強烈な武器の呪いを味わわせてやりたい。 タリオンは何十年もの間闇の力を封印した。だが冥王の指輪は意志を持つ。全て終わった。我らは共に中津国へと戻ろう。 タリオンはついに倒れ、九人衆となった。
後年、一つの指輪が見出され、新たなナズグルは兄弟たちと共に指輪の所有者を追ってホビット城へ旅立った。そして何十年も続いた戦いの後、闇は光の前に退いた。新たな旅の仲間と意外な英雄によって、死が訪れた。サウロンのもとに、サウロンの王国に、そしてタリオンのもとに。闇を抜け出し、自由を手にしたのだ。Sun down, sun up, sun down.